我々にはもったいない子だ。我々クラウドにはもったいない子だ。どこ目線なんだ一体。よし行くぞ。いざエアリスを救いに。まもなくワールマーケットでございます。よくぞすごいの見れんだぜ。ついてかいよ。何どうした少女。危ないよ。みんなこのワイヤー登って上に行っちゃったよ。怖くないのかな。ブルブル。これ登れるの。うん、上の世界につながってるんだよ。よし、このワイヤー登ろうぜ。それは無理な話だな。何百メートルあると思ってんだ。無理じゃねえ。見ろ、これは何に見える。何の変哲もないワイヤーだ。そうかよ、俺には金色に輝く希望の糸に見えるぜ。いいなあ、いいなあ、バレット、お前。そうね、エアリスを救うために残された道はこれだけだもんね。よくわからない例えだったが、バレット、あんたの気持ちはわかった。行くぞ。お、いける。すげえ、何百メートルもあるの登れるんだった。これ人外だな、こいつら。やばすぎるな。うわー、すげえ。この子らもすごいな。なんか怖えだろ。父ちゃんは死んだってやつの仕業だって言ってたよ。あ、あれじゃん。あそこどうやって行くんだ。こうか、で、こうか、で、こうか。バッテリーをはめればあのプロペラが回りそうだな。ガチャコン。武器屋の言葉信じてみるか。回ってく回ってく。ウィーン。え、どうなんのそれ。どうなんのこれ。で、え、どういうこと。長くない。何になったの。乗れるようになったのプロペラに。ええ、どういうこと。意味がわからないんだけど。え、あ、こういけるのか。あ、なるほどね。あ、はい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 、そういうことね。はいはいはい。え、登るとすごいな。これ、これどうやってこうなってんの。え、何に引っかかってんのこれ。意味がわからないんだけど。これで、あー、なんか動いてるけど、どうやってそれ捕まるんだ。あ、上から行くのか。いかがお過ごしですか。どうやらあれに飛び移るしかないだろうな。あれが一番近くの、ん、近づく前に、一番近づく前にジャンプすればよさそう。一番近づく前に、はい。え、一番近づく前にって言ってたよな。紅白とか見てるな。近づく前にだよね。はい。あー、なるほど。なんだよ。飛び方が今までと全然違う。え、あれ、そのまま上も行けたの。あれ、何あれ。あ、こっち行かなきゃダメじゃん先に。ちょっと、ちょっと、もう先あっち行かなきゃダメやん。これ行けんの。あ、いけない。おぼった。あ、いけない。あ、いけないの。こっちから行くのか。あー、そういう感じね。はい、オッケー。ライオンのたてがみみたいになってる。普段頭ボンバーヘッドになってる。それこそボンバヘっていう名前に関するにふさわしい髪型になってるよ最近。いいでしょ。いいでしょ。あ、プレートの上までやっと来たか。腐ったれ。絶対許さんからな、シンラカンパニープレジデント。絶対狩る。僕はあいつを許さん。あ、チョコチップが一番嫌い。チョコチップ一番嫌いだわ。お、いいね、格好つけちゃって。いいね、乗り込む感じですか。おもろ。何この格好。バスターソード手で持ってんのあれ。おい、このビルには詳しいんだろ。知らない。そういえば本社に来るのは初めてだ。前に聞いたことがあるぜ。このビルの60階から上は特別ブロックとかで社員でも簡単には入れないってな。エアリスが連れて行かれたのもそこに違いね。今なら警備にも隙がある。おーし、行くぜ。正面からとかもうゴリラすぎるんだけど。脳筋すぎる。決まってるだろ、シンラの奴らを蹴散らして。そんなの無茶よ。待って、見つかりにくい方法を。そんなことやってらんねえ。グズグズしてたらエアリスだって。それはわかるけど、ここで私たちまで捕まったら、
どうしたらいいの？突っ込むぞ。そこなくちゃな。おーし、行くぜ。突っ込むらしい。私はここに突っ込んでいくらしい。マジか。あ、リメイクはこっそり行ったからな、階段で。よいしょ。こっそり階段で行ったからな。こっちからでも行けるの？こっちからこっそり行くんじゃないこれ。突っ込むぞって言っておきながら、おい、本気でこれ登る気か？しょうがないでしょ、エアリスを無事助けるためよ。しかし、見つかりにくいとはいえ、いくらなんでも、もうごちゃごちゃ言うなよ。おい、ティファ待てって。ちょっと待ってよ、クラウド。帰ってきた。こいつら帰ってきたぞ。正面突破だろ、男は。男は黙って正面突破よ。行くぞ。え？嘘でしょ？もう出てきた。娘。男は黙って正面突破だろ。盗めなかった。ダン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 ダッタラー、完璧。ポーション、よし。あ、テント使えばよかったの。え、ちょっと困ります。アポイントのない方はこちらへ。悪いな、ちっとばかり急な要件でよ。怪我したくなかったら引っ込んでおきな。キャー、なんなんだあいつら。わ、まさか奴らがアバランチ取り押さえろー。おりゃー、どうもレイナさん、こんばんは。今日もありがとう。あ、バシバシ、あ、バシ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 。一気に上まで行くぞ。行くか。どっから行けばいいんだこれ。ブブブ、何やつ。あれ、お前ら戦わないの？戦わないらしい。これは？え、乗れるんだけど。マジ？え？ちょっと待ってよ。どうしたの？エアリスを助け出すまで騒ぎを起こしたくなかった。まあ無理だろうと思っていたが。へへへ。いや、正面突破してるやん。なんだよ、気持ち悪いな。あなたでも他人のために戦うことがあるんだな。見直したぜ。女のためだけだ、バカ野郎。あなたに見直されても嬉しくないな。いや、なんていうか、いろいろ悪かったな。女のためだけだよ。はぁ、なんだ？なんだなんだ？見てよ、あれ。チー、バグってやがる。構わねえ、クラウド、どこでもいいから止めちまえ。え？どうやって？19回来るぞ。チーン、カッパー出たな。お前、お前、あ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 、ハゲたハゲた、弱い。すまねえ戦闘員、悪気はなかったんだ。あ、ビビ26。あ、ちょっとずつ上がってるやん。それでもちょっとずつ上がってるな。チョビーン、ドゥ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 、イエス、タララ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 、イエーイ、めっちゃホーリデー。何回？35回。なんじゃ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 もんじゃ。お、はじめましてだ。気持ち悪いこいつ、見破る。何？娘。ルール、ヘビーショット。ビンタ。あー、こいつ、その見た目でビンタしてくんの？やばくない？てんてんてん。聖望さん、お蕎麦食べるの？食べないよ。そんな、夜遅くにご飯食べるなんて、頭悪いんですか？え、食べんのみんな。46！ 一気に行くな。え、みんな食べんの？年越し蕎麦。マジ？取るよ。大丈夫？ブブ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 ブ。ズバシュ、ズバシュ、ズバシュ、ズバシュ。イエーイ。ティファ髪の毛長っ。膝裏まであるやん。やば。よいしょ。カニ鍋食べる？え？夜中に？あ、食べた。あ、食べたね。いいなぁ。カニ、カニとかもう長いほど食ってないよ。モスラッシャー何年も食ってないよ。カニ、多分、多分な。いいね、カニね。
まあそうだ、カニ雑炊とか食いてえな。カニ雑炊、それをさ雑炊にしたら絶対うまいじゃん。カニ鍋ね。ティーン、着いたらしい。侵入者を排除しよう。なんだお前ら暇人だな。うわ、なんかいっぱい出てきた。なんかいっぱい出てきた。あ、雑炊も食べた。絶対うまいじゃん。そんな美味しかった。あ、ずり、なんでご商売に預からさせてくれなかったの。なんてご評判預からずらしてて俺になったの。なんてもうダメだ。ご評判に、なんて言うんだっけ、ご評判に預からせてもらうじゃなくて、授けられてもらうじゃなくて、なんだっけ、破攻撃編み出しちゃって。マジかよ。これはカードキー60。やった。怖いって急に。なにこれ、ゲーム楽しんでる。もう何も気にしないで好きなゲームやってるよ今。え、どうしたお前ら急に出てきて。ここからが本番だ、油断するな。エアリス無事だといいね。せやな。おい監視、監視何やってんだマジで。使えなこいつ、やば、寝とるやん。でもこんなとこにずっといたら眠くなるよなそりゃ。え、なんでこいつら、おてて一本しかない、片方のしか生えてない、どうしたんだろう。見ろよ、警備の奴らうるうるしてやがるぜ。クラウド、まずはお前が先に行って合図してくれ。俺たちが続く。なるほどな。よ、なんだお前たち、ここから先は立ち入る禁止だ。ああ、戦うわけじゃないんだ。よいしょ。貴様は何をしてる。もう意味がわからないよ。もう意味がわからない。どういうこと、一体どういうことだったの今の。障害物を背に行かなきゃダメなんだろうな、きっとな。あの障害物に隠れながら行かないとダメなんだろうな。でも3倍速だから無理よ。私3倍速だから今無理だって。何やってんだ次。あー、戻されるんだ、なるほどな。 OK、 じゃあゆっくり行こう。ゆっくりして行ってね。今、あー入ったー。バレた。ふうふう。えー、なんで、あ、全部倒したらしい。あ、救済措置あったわ。よかった。あぶねえ。救済措置あったわ。大丈夫だったんだ。何してんだろう、この人ら。Yo、エアリスはどこ？エアリス？その、知ってる。エアリスって受け、え？受付の？誰だよ、お前。受付のこの名前も知らんのかよ。いろいろ？何変な顔して。なんだよ。カードキーがないとダメ。マジ？なるほど。一枚でどこでもってわけにはいかない。あ、65なら65。ほら、こんなお姉さんがいるオフィスで働きたいわ、私も。いいなぁ。なぁ、みんな。こんな綺麗なね、え？こいつ、リーゼントじゃね？リーゼントじゃね？マジかよ。リフレッシュフロア。こんなすごいな。木が植えてあるよ。やっぱここか？ここなのか。はいはいはい、ふざけやがって。お前かよ。やっとかよ。そういうことかよ。くそ、あ、61階行けるじゃん。ここかい、61階は。あー、もう、余計な頭使ったわ。くっそ。お前かい。よーし。来たぞ、来たぞ。ミッドガル。区分地図。持ち出し禁止。なるほど。どうしようかなぁ。あ、これはどうも。あ、ドミノ市長。よー、市長。あー、なんだね、君たちは。あー、君らが、例の。例のって。すべては真羅のもの。はぁ、君ら、あ、やった、ありがとう。合言葉。それを言えたら、カードキーをあげよう。おまけに一回で回ってたら、ナイスなお土産？マジ？市長最高。なんだと、真の爆発、やったやった、何回でも挑戦していいんだな。おお、ありがとう。決まってるじゃないか、嫌がらせだよ、嫌がらせ。真のはずっと私を苦しめてきたんだぞ。だから私はここで決めたじゃ悩ませ。なるほどな。こいつ狂ってやがれ。市長狂ってやがれ、こいつチーン。
今3階？違う、今2階だったな。もう変わんねえや。こっから入ったらそりゃ変わんねえわ。頭悪い。ここら辺に鍵がかかってる。ここら辺に、お、なんかあったと思う。ちょ、動きが早い。やった。なんかないか、なんかないか。あ、メガホンだ。おい、メガホン、これ最強武器だから、これ持ってないといけないんだって。決闘シーンの武器、この最強武器取っとかなきゃいけないのに、今取れないのかよ。故障中です、故障中です、故障中です。おい、あのメガホン休んでいこう。なあ、マーベラスなんちゃらじゃなかったっけあれ。あ、じゃあまだまだあれか、買ってみるか。え、クソじゃん、ガンガン叩け。おい、金飲まれたんだけど、ガンガン叩け。なあ、金飲まれたんですけど、お嬢ちゃん。おい、お嬢ちゃん、話せねえこいつ。空いてるマシンを使ってください。ふざけんな。お腹のあたりが気になりだして、私も最近お腹気になり始めてる。はっ、ワン、全体図じゃん。シンラのミッドガル魔光エネルギーを吸い出し生き続ける都市の模型。模型か。この建設中の6番街が完成した時、シンラの野望も完全なものとなる。あ、ここまだ建設中なのか。全部できてるわけじゃないんだね。うん、全部鍵かかってんだけど、なんで今、あ、開いてる。ミッドガルパーツ。何それ、なんだミッドガルパーツって。えい。これ、こうしたら、何かが開いたような音がした。え？宝じゃない？あ、違う。お、開いた！ミッドガルパーツや。あ、そういう感じ？あれ？あ、そういうことね。これ順番に開くのか。なんだ。なんかいいもんがあるわけじゃねえのか。なんだよ、もう。はい。こうか？こうか？何かが開いた。ここは？これでも建設中だよな、ここな。なんか出てくるの分かってるのにびっくりしたよな。え、何今の、ミスってあった？え、強っ。テル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 。あ、リミットはあれか、カードキー66階。あー、なるほど。これでやっと上に行けると。なんだ、え、誰お前。なんて、はぁ、もうファイル運びはうんざり。でもいろんな男の人との出会いがある。それが OL の特権ね。いいな、OL。私もお昼じゃねえ、オフィスボーイになろうかな。めっちゃ開くんだけど。え？よ、関係ないけどよ、あの会議室ってなんか臭くないか？どこからか匂ってくるんだよな。そんなところで会議してんのこいつら。かわいそうにな。関係ないけど、あ、トイレ！なるほど。トイレに行けば、あの会議室、え、通れないんですけど、オフィスレディ？お疲れ様、あそこさ、ダメ、パス。おい、邪魔なんですけど、あの、すいません、危ねえ。危ねえ、閉じ込められたかと思った。なんかこう、生きがいってものを感じるな。世界をこの手で動かしてるって感じ。嘘つけよ。ふぅ、賢者タイムだ。絶対どこかでやってきたわ、こいつ。オフィスのどこかでオフィスラブしてきたな、こいつ。とんでもねえ。とんでもねえやつもいたもんだ、ほんと。なんてやつだ。なるほど。ちなみにこっちからは？あー、いけないと。何も反応できないと。ってことはここに行きま、汚いから流そうか。よし。よし。よし。あー、よし。あー、よし。おい、便座の蓋ないんだ。あ。臭そう。ヒュー、そうそうたるかぶれだぜ。上から打ち下ろしたら？7番街の被害報告だよ。あ、リーブだったのか、お前。チョコチップじゃねえのか。既に稼働していた工場部分と現在までの投資額を考えると我が社100億ギルだって。やば。また7番プレートの再建にかかる費用は、再建はしない。え？7番プレートはこのまま放っておく。その代わりにネオミッドガル計画を再開する。では古代種が約束の地は間もなく我々のものになるだろう。それから各地の魔法力 15% 値上げ。たっけ、値上げない、よくよくよくよ。ぜひ我が宇宙開発部にも予算を。魔法料金値上げによる差益はリーブ君とスカーレット君で。いいな、いいな。
やばこいつ。プレゼント、これ以上の魔法料金の値上げは住民の不満を招き。大丈夫だ、愚かな住民たちは不満どころかマスクマン、なんで信頼寄せるの。ガハハハハ、テロリストどもからマナナマンガイの市民を救ったのはシンナカンパニーですからな。来たね。はっ、北条だ。おう北条くん、あの娘はどうかね。サンプルとして母親の劣る母親イファルナとの比較中だか、初期段階で相違が 18%。 その検査にどれぐらいかかる。ざっと120年。我々が生きてる間は無理だろう。もちろんあのサンプルもな。え、じゃあ解放しろよお前。だから古代史は繁殖させようと思うのだ。しかも長命で実験に耐える強さを持つことができる。約束の地はどうなる。計画に支障は出ないのか。そのつもりだ。母は強く、そして弱みを持つ。頭の振り早。そういや3倍速だったわ。では会議終わる。やばかったな今。今めちゃくちゃヘドバンしてたよ。で3倍速のままだったわ。めちゃあーこっち見てる。匂うわね。お前絶対香水プンプンにしてるよな、こじさん。絶対。絶対香水プンプンにしてるわ。今のはエアリスの話だよな。わかんねえ。あのおばちゃん。多分ね。後をつけよう。尖りすぎ。髪の毛尖りすぎ。え？で？どうすればええねんちゅうねん。はっ？北条がいる。あれについてくばいいのかな。でもここ、普通に入れんのかい。なんかない。なんかない。なんもないか。臭そう。え？いるぞ。北条ってやつか。お！上に行ける。上に行くにはどうすればいいお前。ふーってお前オフィスラブしてきて、え？お、お、開いてる？開いたままじゃん。行けよ、今のうちだ。思い出したぜ。あの北条ってやつ、神羅の科学部門の責任者だ。クラウド知らねえのか？実際に見るのは初めて。そうか、あいつが。え？開きっぱなしなんだけど。あいつだらしねえな。開けたもんは閉めろよな。なあ？喋れないこいつ。シンクロしてる。こいつらシンクロしてる。あ。目の前で戦闘してるのに何も思わないのか、あいつらは。さて、北条さんに頼まれたサンプルはと。お。なんだ？わお！あ、ワンコウがいる。ワンコウや。そこに隠れんのかよ。あ、そっちからも来たんだ。え、もろし話しかけてたやん、さっきまで。今日の実験サンプルはそいつですか？そうだ、すぐ実験に取り掛かる。上の階にあげてくれ。ほーれほれ、かわいいサンプルよ。うほほー。ツンツン。ツンツン。なんでバレねえんだよ。なんでバレねえんだよ、そこで。そっちからはもうスカスカだろ。何もないだろ。おかしいだろ。どうなってんだよ。あいつらの目。目の上の単黒部がすごいんじゃないか。おでこ出すぎなんじゃない。こっち見る。ツンツン。かわいいサンプルよっか。ティファの方がかわいいよ。生物実験使われるのかな。ティファの方がかわいい。すげえ、ケツがねえ。折れてる折れてる。ピノキオみたいになってるって。足がもうポッキーになってる。ジェノバ。え？ジェノバいんの？あ、ジェノバいるやん。首がない。体だけか。うわー、頭がーヘロワンしたくなってきたー。うわー、ずんちゃ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 。グヘ。頭割り。はっ、ジェノバ、セフィロスの、そうか、ここに運んだのか。クラウドしっかりして、見たか。何を動いてる、生きてる。それなんだい、この首なしは。けっぱがまかしい、さっさと行こうぜ。なんとも思わんのかお前。首なしの体があって。よ、ワンコ、出してやろうか。高くつくぞ。出せねえし。あ、フェアリス。エアリス。ああ、この娘の名前だったの。何か用か。なんだこいつ。余裕しゃくしゃくだな。エアリスを返してもらおう。部外者だな。最初に気づけよ。ずんどかずんどかずんどか。ゴリラだな。世の中にはどうでもいいことが多いのでな。なるほど。私を殺そうというのか。それやめといた方がいいな。なんで。私がいなくなったら捜査できまい。なるほど。そうそう、こういう時こそ倫理的思考によって行動することをお勧めする。さあ、サンプルを投入しろ。え？ワンコ出てくる？
ヘアリス、ワンコが出てくる。あ、ワンコだ。バウワウ、バウワウ、キャー、ワンコよ、助けて、クラーダ助けて。何する気だ。滅びゆく種族に愛の手を、どちらも絶滅間近。私が手を貸さないとこの種の生物を滅んでしまうからな。生物、ひどい。アリスは人間なのよ。え、交尾させようとしてる。許せねえ、交尾させようなんて。バレット、なんとかならないのか。ぶっ壊せないのか。え、やめろ、デリケートなんだって言ってたのに。じゃあ宝条殺してもいいじゃんなあ。あやばい、キメラができちゃう。なんということだ、大事なサンプルが。もう宝条やろうぜ。それ宝条の首落とそうぜ。開けた。バーワンバーワン、いいぞ、やっちまえやっちまえ。首かっきり、今のうちにエアリスを。首かっきり、首、首をかっきるんだ。いいぞバンコ、やっちまえ。ありがとうクラウド、無事なんかい。ピンピンしとるやんけ。なんやねん、なんか出てくる。どうしたのクラウド、エレベーターが動いてる。え、今度は半端なやつではないぞ。もっと凶暴なサンプルだ。あいつは少々で怖い。私の誰、喋った。後でいくらでも喋ってやるよお嬢さん。ダンディーだな、かっこいいな。あの化け物は俺たちが片付ける。誰かエアリスを、だ安全なところへ。バレット頼む。あー、バレットと二人きりにしちゃった。失敗した。お前の名前は。魔法女は私をレッドサーティーと名付けた。私にとって無意味な名前だ。好きなように呼んでくれ。まあそのままで。ええ、レッドサーティーン、赤い13番目。さあかかってこい、13機関じゃん。ブブベーブブベーブブブブブブ、なんでこいつら。ドゥ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 、何に弱いのかな。見破る、盗む。やばい、6になっちゃった。6だよなこれ、違うのか。うわーん、勝った。嘘じゃん、レベル7。え、156？よくね、何も持ってない。嘘でしょ、お前何も持ってないの。まあ、この芋虫たちは。魔法ケアル、いらん。バイオ、バイオとかやったらクラ、あの回復するかな。レベル7、15。残り HP15 かよお前、ふざけんじゃねえぞ。回転アタック、意外と痛いか。魔法ファイヤー、お、全体化じゃん。全体化のマテリア持ってんの。ワンコーよ、あ、やっぱ回復した。やっぱりした、すると思ったわ。復活魔法、なるほど、お前からやらないとダメだと、そういうことな。なるほどな、お前からやれと。ファイヤー80、ファイヤーに弱いのかな。サンダーやってみる、ブリザードやってみる。よいしょ、全体化、あ、レベルであれ回数違うんだっけ。全体化できる、あ、そういう感じ。マジマジっすか。ダララ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 、あれ、ブリザードか、ブリザードがどのぐらい入るか見てなかったわ。ちょ、敵敵、あ、そうっす。タタ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 
ボスも余裕でございますな。そんなに苦戦しないな、ボス戦。あ、モテるよ。フェオリス大丈夫か？大丈夫みたいよ。いろんな意味でね。よかったよかった。私にも選ぶ権利がある。二本足は好みじゃない。お前オスか？オスなのか？興味深い問いだ。しかし、その問いには答えがたいな。私は見ての通りこういう存在だ。いろいろ質問もあるだろうが、とりあえずここから出ようか。道案内くらいなら付き合ってやる。クロード、やっぱり来てくれたのね。いやそんな、惚れてもいいのよ。さっきは失礼したな。北条を油断させるために演技をしたつもりだったが。さあ、エアリスを助ければこんなビルに用はない。さっさと言ってちまおうぜ。5人に行動してたら目立つ。二手に分かれよう。メニューを開く。パーティーチェンジ。よし完璧。よし、行くぞ。あとでな、66階エレベーターで合流だ。あ、いや、向こうは向こうで戦うような気がするわ。遅れるなよ。エレベーターの場所は分かっているな。66階だぞ。OK。 66階のエレベーターな。忘れない。いや、これ何？敵の技だ。もうこのパンパンなの一つ外すことになったわ。すまねえ、カバーいらん。やった、敵の技もう一生つけとこう。何階までのくれたっけ？68階。わーってるよ。これで66階エレベーター。はい。えっ、おいおい、なんだハゲ。上を押してもらおうか。タックス、罠か。なんだお前ら。うわ、チョコチップだ。やっちまおうぜ、クラウド。スリリングな気分を味わえたと思うが、楽しんでもらえたかな。くえ、やっちまおうぜ。え、捕まっとるやんけ。え、なすすべなく捕まるの？そんなことある？みんなも捕まったのか？なんでそんなおとなしいんだよ。エアリスはどこだ、ハゲ。安全な場所にいる。あれは貴重な古代史の生き残りだからな。え、そこのワンコーは？は？タックスの方が強いな。知らんのか。自らをセツラと呼び、数千年の昔に生き、今は歴史の中に埋もれてしまった種族。セトラ、あの娘がセトラの生き残り？知ってんのか、ワンコ。セトラ、すなわち古代史は我らに約束の地を教えてくれる彼女に期待している。約束の地？それは言い伝えではないか。言い伝えじゃないのか。だからといって放っておくにはあまりにも魅力的。言い伝えだとしても、約束の地は途方もなく豊かな土地と言われている。土地が豊かだということは魔法エネルギーだな。またかよ。その通り。そこで金食い虫の魔法炉など必要ないのだ。豊富な魔法エネルギーが勝手に吹き出してくる。本当かよ。夢戻る物語じゃない、夢物語。そこに建設されるネオミッドガル。だって我が神羅カンパニーのあのさらなる栄光。夢見てんじゃねえよ。本当にけって言ってたわ。おやおや、知らないのか。最近では金と力さえあれば。それな、金だよな、世の中。さて、会見はこれで終わりだ。金と力よ。ハゲが来たさあ下がれ。まっちゃん、まっちゃんか、お前。待ちやがれ。てめえには聞きたいことがたくさんあるんだ。言いたいことがたくさんあるんだよ。え、あの巨体そんな引っ張れんの？暴れてんのに。タックス強、ムキムキやん。何かあるなら秘書を通してくれたまえ。なんやこいつ、何様や。一応社長だったわ。一応な。はっ、ティワと同じ部屋。やった、俺に任せておけ。クラウド頼もしい。あ、惚れた。惚れ直した。惚れ直しました。俺に任せとけ。惚れ直しました。一緒のベッドで寝る。こいつそんな飽きなくて絶対ベッド占領してるな、マジで。エアレスどうしてるかな。エアレス、クラウドそこにいるの？いるよ。 I love you。 エアレス無事か？うん、大丈夫。大丈夫？大丈夫？大丈夫？きっとクラウドが来てくれるって思ってた。ボディーガード依頼しただろ。デート一回まだ払ってもらってないしな。報酬はデート。そう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 、さすが、よう分かってる。なるほど。ティバ、ティバもそこにいるの？すいませんね、お邪魔しちゃって。
すみませんね。お邪魔虫だったみたいでね。あのね、アリス、質問があるんだけど。怖っ。なに？やばい！バチバチの女の戦争が始まる。約束の地って本当にあるの？わからない。なんやねん。ちゃうんかい。私知ってるのは？セトラの民、星より生まれ、星と語り、星を開く。それから？セトラの民、約束の地へ帰る、史上の幸福、星が与えし定めの地。え？むず。どういう意味？ほんとどういう意味？言葉以上の意味はわからない。そのままの意味ってこと？星と語り？星が何か言うの？人が大勢いてザワザワしている感じ。だから何言ってるのかよくわからない。おー、今も聞こえる？マジ？私聞こえるのは、聞こえたのはスラムの教会だけ？ミッドガルはもうダメだって。母さん、本当の母さんが言ってた。え？母さんすご。いつかミッドガルから逃げなさい。星と話してエアリスの約束の地見つけなさい。母さんが言ってた。大人になったら聞こえなくなるんだと思ってたけど。え？あ、以上？以上ですか？母さんがそんなこと言ってたの？母さん。何回？あ、もう。二人は、ほっとく？とりあえず話してみる。とりあえず寝る。え、今寝たらティファと一緒に寝れるじゃん。え？嘘でしょ、お前。マジかよ。あ。あ、なんでベッドで寝ないの？疲れちゃうよ。疲れ取れないよ、それじゃ。なあ。ティファと一緒にベッドインしないと。